はい、1戦目シャラトルいきます。ウェイウェイ、しょうちゃん、くそー、何これ、頑張ってね、復習してやる、落ち着いてるだけ、落ち着いてるね、全然落ち込んでるとかね、そういう通常モードなんでしょ、めちゃくちゃ通常モード、俺はまじ復習してやる心しかないよ、もう。あ、そう、もうなんて言うんだろう、多分黒い闇落ち、闇落ち、うん、ティールさないか、いや、どうする、その一貫で、一貫でやろうと思って、このまま一貫でなったら俺らずっと3人でもう水止めそうしまくってさすがに来年移籍するこの状況でもチャンス回ってこなかったでしょ、考える一旦サルカーさんに話する、相談するシアトルトップ、ひなたトップ、松本トップ、シアトルトップ、ひなたトップ、ちょっと思いどうしよう、サルカーさんって行くよね、一旦今日来てるから、今日来てる、一旦相談する、解説も楽しみ、まあ、ということで、まあ、残り10戦で後半戦一発目ということで、はい、頑張ります。5トップ取りたいです、5トップ欲しい、5トップ、ラスがないなら4トップでボーナス上がれば全然 OK なんで4トップで、うん、でも5トップ取りたいです、うん、なんかそうですね、あの取りたい、当然今日1日1トップ、うん、どっちかで、まあ、取りたい、取るんだけど、2トップだ2トップだ、2トップ取るんだけど、あの強い言葉使うのよ、いや取るつもりで行くんですけど、あのもちろんその今言ったように、あの、うん、あの1個でも上の着順大事だと思って、はい、あの残りまあ一応10戦あるんで、まあ、落ち着いてっていうか、まあ、当然トップ欲しい、はい、トップ狙うんですけど、まあ、あの落ち着いて冷静にしたいと思います、はい、お願いします、いってらっしゃい、おー崩した、えこれでもいいんじゃないの、崩してる、さっき一発目だ、白鳥です、おあ、今度一体誰、おたきさん、おたきさん、おたきさん、急騒音できない、でもカノフィ1枚ね、様相が1枚2枚、2枚、中林さんが1枚持ってる、あのここ、じゃあウーソも来てるか、漫画三色だろ、ゴロチ三色だろ、三色、そうですね、今上がれない、上がれない、いいや、いいよ、出た、出た、血、出ない、そういったら血、いや、出ない、出ない、血する、でも血するよね、ロウソの対応で論上がりする、つまれ嘘、いや、なんか暴れそうな気がする、誰から、滝沢から、いや、そうなんですよ、いや、これ、リャンピも押してるよ、リャンピ押してる、いや、これってか、しかも中橋さんこれ出るかと、だって3度打ってんだから、オリジオン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 、でペンチピン、ペンチピン、しかもちょっと持ってる、1000点だから、ちょっと持ってる、これ1000点、ちょっと持ってるんだね、チピンマジで、名前のウーピンチピンあるよ、打って打って打って、さささささ、いやでも分かん、赤があったらダメだから、いやこれチピン今は打てない、タッキーの現物だから、ただタッキーリーチと同時に、いやでも今考えてる、触ってる触ってる、今考えてる、いやいや打つならウーピンから、だとトップなんで、いや触って、いやだって466ピンチだから7当たると思ってないでしょ、赤いチンコだったら終わりだから、ね、そうなんだ、もう2000点出ないからね、それ当たるから、なんか思い出してるの、チーピン、いや、うちの、ま、うちが先なのよ、スモーマン、チーピン出やすいから、耐えろ耐えろ耐えろ、めっちゃいる、耐えろ耐えろ、チーピンだチーピンだ、いやーチーピンだ、チーピンだ、ない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 、チーピンしかない、一発もない、初だった、スカシロ、スカシロ、ねえ、そうか使うのよ、なんかあった、あ、1個あれが気になったよ、恨みっちゃったやつ、あの三蔵がちょっと早いからチーソー渋っちゃった、557層と466、 あれさ、滝沢さんどんな手だった、滝沢さん、トイトイ、え、まあ、イーシャンテンだよね、イーシャンテン、ドラウテンってやつでしょ、4番の、いやびっくりした、びっくりした、トンパクかなんか1枚切れずつなのに、トイトイのトンパク入ってる1枚切れの、なんかピンクっぽいとこ、トイトイのつもり3個イーシャンテン、え、で、ポンして、で、ポンして、切ってイーシャンテン、まだまだ浮いてるの、そう、結構ドラキラなそうなんだけどね、なんかもともとそう、チートイズ見えるね、チートイズだとノーテンになっちゃってジレちゃったっていうか、なんかまあそこを、はい、一戦目白鳥4着お疲れした、はい、いや厳しかったっすよね、マジでカンフソ一発はマジきつかった、あんこなのにね、全部使った、あああんこになったのに、まあなんか3取れそうだったけどね、なんかあれファン4になっちゃうよ、じゃきついよね、行くよファーストいく、うん、ただねもうほんと残り9戦なんですよ、うん、9戦もあったし今の状況がファイナルじゃなくてよかったよね、そうファイナルって終わってるから、でこれ4位に残ったらまたリセットだから900差あったものがもう差なんかないようなものになったんで、うんうん、ファイナルにさえ入ればいいわけですよ、でファイナルのボーダーは80から100、僕のもう予想、ほい、はい、うん、で自分らが140負け、ほい、ほい、
200ちょっと勝てばいいんですよ、9000で、うん、やってきたでしょ、うん、え、オファー捕まえた誰が2000目まず俺です。今日が2回目あって終わったっす、今日は。確かに、うん、ラスで終わって帰るのも、うん、我々もう疲れた、疲れた。今日は気持ち、昨日1-4ってやられたんでね、4-1の方が気持ちにして、うん、僕はね、でも本当これもデッドラインというか、これ僕が負けたら本当に厳しい来週になると思うんで、うん、これもうこの死ぬ気で、多分今シーズン一番の踏ん張りところだと思うんで、うん、ここ死ぬ気でトップに行きます。お願いします。普通には打つんですけど、はい、まあ、かなりトップ重めに打つ。でもこれ僕いつものマージャンそうなんで、はい、かなり強く打ってきます。頑張って。恐れない気ですよ、もう信頼してるんで、ラスったらラスったでもしょうがないです。行きましょう。行ってきます。お願いします。三山で一人浮いてる、これが浮いてる。だいぶ後じゃん。いや、だいぶ後だいぶ、いや、やれる。積もれるんじゃない？これ三山じゃない？三山。積もった方が早くない？一発。うん、確かに、なんとも吐く。リーチ？ドライチ。積もったか？積もった。積もった、入れた？やばい！なんか来た。なんか来たね。三色返しだ。これで薬杯出なくなっちゃう。選手は常にトライを続けて、いや、薬杯ないか。でも、ここは切ってくれるからいいんじゃない、やっぱり。いや、他が打ってくんねんのがいでかいって。いや、大丈夫、大丈夫。こういうので、上腕抜かれちゃう。進んでも、マリちゃん危ないから。チュンじゃねえ。いいじゃんね。食い取れた。食い取れた。止まらないか。まあまあ、ローガン。リーチ。食い取られたよ。裏さん。惜しい。惜しい。君たち。すごい、これミラクル手順だね。受けてさ、親に受けて、親に受けてリーチ、ほら。何枚つってる？ 5 じゃない？ちょっと不安定。多分、一発つもりは一発つもり見えた。見えた。こんな手順組んだら一発つもり決まってんじゃん。絶対一発つもり。つもれ！惜しい！行こう。頼むよ。いくらうーなんでこっちで3並んでる、並んでる、つな形の浮かばないですけど、9番持ってきて、つもぎりのやめろ、9番を立てて、いやこれはもうしょうがないですね。もし当たるいいよ、でも、はい、いいめくり合いじゃない、だってこれだよ。いや、いいめくり合いしてるにしか勝て、つもれ。意味がわかんないんだけど、これがこんな追い込まれてるの、本当にどういうゲーム。1勝目めっちゃやる。3枚、2枚、はい、2枚、2対4。あっ、リーチでしょ。リャンゾキってリーチでしょ。でも単品ペコトラさんなんだよ。ダマハネ。そうだけど、ダマハネサブローいいよ、もう跳ね込んでいいんじゃない。ダマハネサブローティーは拾いたい。これはこれはいいんじゃない。いや、打率もしたいけどね。いや、したいけど、したいんだけど、したいけど、そうだね、わかるよ。そうだね。なんかね、出そうな人がね、郷さん、やめろ、郷さんしかいないんだよ。マジやめてくれ。でも郷さんの出方ちょっとないからな、あんまり。そうだね、つもりて。うわー、最悪だ。しょうがない、しょうがない。なんでそんな意地悪な聞き方するんだろう。本当に試されてる。まあでも切るもん、切るしかない。精神力を。これで、つもれ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 。なんでこうなんのこれ。サブロピン出ないんだけど、誰も誰も打たないんだけど。いや、3ピンなら出るよ。だから3ピンなら出る。1ピンとか3ピンとか行った後だよね。3ピンなら一旦トン切るからさ。これも3ピン出るか。それは3ピン出る。いや、それでテンプエルする。でもこれ K 点でしょ。じゃあ順番が回ってこないんだよ。ゴー君の三山地域がゴグの先につもまいっちゃった。やだ、ここ本当だ。こういう泣き、サブローピン、サブローピン、つもれ。まあ3回よし、ゆうけ、つもれ、つもれ。よしよしよし、いった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 、これ3品だよ。あのつも、あのつも3品だよ。これ3品だよ、マジで。いや、次つもだから。じゃあ見てて、さ、もうこれサブローピン、すり抜けたから、さすがにサブローピン。ねえ、こやった、丸が。え、ジョパソってなんだっけ。ジョパソはいい。ネクレ言いました。いや、パソはポン入ってる、ポン入ってる。パソポン入ってる、ジョパソないの。やめろ。ロピンじゃん。いや、ジョパーピンに映った。まあまあまあ、どうせパーピンだったから。つもれ、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 しぼれ、アカウーマン、アカウーマン。いや、チーマンワンチャンス。え？チーワンワンチャンス、ローマの3枚目。いけ！いや、わがままだ。脳天マップでかすぎる。わがままだな。脳天はさすがに出す。いや、もう行くしかないって。いや、もう、よし、入らないでーな。行くしかない、行くしかない。
先輩めちゃくちゃ偉くないですか。この1票、いや偉い、この1票通るね。え、通りそうだね。収入ゼロだってこれ。これがゼロなんだ。上がりきるのむずいと思ったね。選択難しいね。難しかった、うん、どうしようかったかな。どれ、なんかいっぱいやったよね。いっぱいあったね。全員になったときに、なんか言いそうは切らなそう。シャープは切りそう。なんだっけ、どれ、だって言いそうを孤立してて、ペイ、ドラのペイがペイちゃんランコになって、あ、シャーとか浮いてたけど、ヤンソーだって、ね、なんか微妙だなと思いながら、ちょっとダンプンポン外のすげえ感じだから、まあ大体このくっつけやればなんとかなるみたいな感じで、ちょっと無視だよ、まあシャー握れだから。本当4着でした。おい、お疲れ様。情けない。いやいやいや、苦しかった。ねえ、まあ途中からまあ2も許さないかなと思ったんですけど、ドリブンズさん最後3着に落としに行くか、奇跡の倍率も狙って一応ドロさんってやりに行くか、ちょっと倍率も2着なんで、ね、ちょっと狙ってたんですけど、まああの本当に決してトップじゃないと死ぬみたいな選択をやってたわけではなく、うん、まあシンプルに勝てなかったなと感じします、うん、さあこれで残り8戦でいよいよもうね、僕は5じゃ足りないと思ってます。はい、足りないでしょう、ね、6トップだと思ってます。でまあ、アベマズらしくねとか、例えばオイらしくねとか、ヒナタらしくねっていうか言われるかもしれないけど、多分もうトップじゃないと死ぬじゃないと、ね、8回チャレンジして、6回成功したらいいねでやった方が、まあそうですね。いいような気がします。まあ多分さすがにそうだと思う。まあ、2着取っても多分、延命するだけでどうせ終わっちゃうんで。うん。うん、はい、そうね。はい。なので。まあいろいろ選択は変わると思いますけど、まあ今のハンチャンもあったらさすがにトップ取らないといけない選択。結構ああ、なんかいろいろ、でもまあまあまあ、なければ勝つ感しないみたいなね、はい、あったけど、はい、まあそれであの残り1週間、本当にインタビューでも言ったんですけど、アベマズファンの皆さんには、本当に厳しい1週間になったかなと思います。なんとかね、まだ一人も諦めてないので、1週間、来週、また頑張っていきたいなと思います。はい、また見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。